ぱりさっぱり。今日も9号の様子を見守りながら、荷物もきっちり時間通りに配送完了。みっちりトレーニングもしてきたし、一日の終わりのお風呂はやっぱり最高っす。明日は早朝から長距離輸送の案件があるし、今日はもう寝なきゃ。先週借りた映画の DVD 返却明日までじゃん。仕事やトレーニングの時間管理はしっかりできるのに、それ以外の自分のことはちょっとガサツになっちゃうの、私の良くないとこだな。はぁ、どうしようこれ。まだ早い時間だし、これ一本ぐらい見てもいいっすよね。うん、見ちゃえ見ちゃえ。よーし、これこれ、ずっと見たかったんすよね。運転中に着信あり。マナーモードにしても電源を切っても、なぜか運転中に鬼電がかかってくる怪奇現象がテーマの作品。どれだけ無視しても留守電には恐ろしい上司の怒り狂った声が録音されているとかなんとか。考えただけで恐ろしいっす。なんてね。私はコクドルス。人の霊的なものへの恐怖心がわからなくて、勉強のためにホラー映画を見始めたけど、なんかハマっちゃったんすよね。この世ならざる者たちに恐怖しながら、じわじわと追い詰められていく人々。なんか、ゾクゾクするっす。これがスリルってやつなのかな。あ、いやいや、人の恐怖心を研究すれば、事故をもっと減らせるかもしれない。これもコクドルとしての務めっす。そういえば、9号の近くに妖怪の道って呼ばれてる場所もあるんだっけ。まあいいや、再生っと。この物語は無断欠勤5日目の男の、いきなり鳴ってる。携帯鳴ってるっすよ。いやいや、ここまで着信来たらさすがに車止めて出ないとダメだって。コクドルから見ても人としてどうかしてると思うレベルだわ。ちょ、そこは法定速度オーバーす。これが極限まで追い詰められた人の精神状態。上司にもそんな過去が。彼は操られてたってこと。危ない。たまんないっす。もっともっと見たいっす。どうしてそこまで怯えるんすか。ねえねえ、私は人のことがもっと知りたいっすよ。ドライバーの皆さん、こんにちは。コクドル9号九条三雲役、山田美鈴です。この番組は道路の使者であるコクドルを演じる私たちがパーソナリティとなって、皆さんが走る全国各地の道路とその地域の知られざる魅力をナビゲーションしながら、コクドルの最新情報をお届けする道路密着型ウェブラジオ番組です。コクドルを演じる私たちが毎回入れ替わりでパーソナリティを務めています。ルトナビ第20回配信はコクドル9号九条三雲役の私、山田美鈴がお届けします。はい、今回三雲ちゃんは2回目ですね。第1回の放送が3月末ということで2ヶ月ぶりですね。はい、時は5月下旬ということで、私事なんですけど、私の誕生日が6月10日ということで、もうちょっとでね、誕生日を迎えますね。なんかでもそろそろ誕生日が嬉しくない感じになってきたんですけど、でもやっぱりこの仕事してると皆さんからね、お誕生日おめでとうって普通に
生活してたらこんなにたくさんの方に祝っていただくことってないので、ちょっとねそれは嬉しいなと思います。そしてもう1ヶ月前になるんですけど、私の近況報告ということで D4DJ という作品で初ライブがありまして、4月16日、初ライブなんですよ。所沢桜タウン見てあったんですけど、皆さんスタンディングでもうガンガンに声出してキャラ名バンバン叫んでくださったりとかで、もうすっごい楽しくてはい、もう私お腹出しの衣装だったんで、ちょっとそのライブに向けてちょっと筋トレしてたんですけど全然間に合わなくて結構プニプニな状態で出ちゃったんで、ね、夏までにちょっと引き締めたいと思って筋トレ頑張っておりますなかなかね贅肉つくのは早いのに筋力つかないので、はい、頑張っていきたいと思います。さてでは皆さんから届いた普通歌を読んでいきましょう。ドライバーネームエレキ木魚さんからのお便りです。ありがとうございます。山田さんはじめまして。はじめまして。前回の山田さん初のご担当会聞きましたよ。ありがとうございます。みくもちゃんがどんな子なのか楽しみにしていたら、体力自慢で元気な雰囲気がとっても好きなキャラでした。そういえば山田さんは某ディスクジョッキーの作品でも強い系のスポーツ万能キャラを演じられていますが、山田さん自身は運動は得意ですか、ということで、あ、すごい濁していただいたんですけど私さっき自分で言っちゃったD4DJ という作品でアビスメアというユニットのベロニカを演じているんですけど、結構オラオラ、もう私が一番みたいなキャラクターで、もう腹筋も確か割れてて運動神経なんか片手逆立ちみたいなできちゃうぐらいなんですけど、あ、もちろん全然私できなくて球技は結構得意なんですけど、シンプルに足が遅いんですよね私なので、まあ、スポーツは苦手ですね。でも小学校からいろんなスポーツをやってきてるんで、やってきたものは、まあ、人並みぐらいみたいな、なのでバレー、バスケ、バドミントン、弓道はちょこちょこできるかなっていう感じです。すごいですね。はい、数はこなしてきたんですけど、どれもまあそこそこで、私小学校の時にバスケをやってたんですけど、今164センチあって、小学校の時から163センチあったんですよ。すごいですね。めちゃめちゃでかかったんで、もうそれはもう期待され期待されてたんですけど、でかいからリバウンドが取れてただけで、いつもコーチからもトンチンカンって呼ばれてて本当に下手くそで、ジャンプも2センチぐらいしか飛んでないらしくてもう確かに飛んでるなんか、でも私この前友達と写真撮ってて、躍動感のある動画を撮ろうみたいな言ってて、イエーイって言ってジャンプしたんですけど、本当に2センチぐらいしか飛んでなくて、あ、本当に飛べてなかったんだなみたいな、跳躍力全然なかったですねなんでみくもちゃんほど全然動けないというのが中の人情報ですはい、ということです。ありがとうございます。ではお次、ドライバーネームマンションで決まりさんからの普通歌です。ありがとうございます。山田さんこんにちは。はじめまして。はじめまして。前回の放送でみくもちゃんのハキハキとした声がすごくイメージに合ってるなと思っていたら、ラジオ本編では柔らかい声で話されていて、声優さんってすごいと感じながらラジオを聞いていました。かっこわらわらはい、山田さんは声優を目指すきっかけや目標にしている声優さんはいらっしゃいますか？道路と全く関係ない話になってしまいましたが、思い切って質問してみました。これからのご活躍も楽しみにしています。ありがとうございます。そうですね、あんまり行ったことがないんですけど、私まだお会いしたこともない声優さんで、ひかさようこさんが大好きなんですよ。もうシンプルにお芝居がお上手で、で自分がその中学校の頃にドハマりした軽音っていう作品の秋山美穂ちゃん役っていうのもあって、もうひかささんすっごい大好きで憧れなんですけど、前何かの番組で言ったら、他の先輩声優さんたちに聞かれて、ひかささん好きなんですよ、ひかささんみたいになりたいんですって言ったら、もう仲のいい方だったんで、ひかさはやめとけみたいな言われてて、お人柄がやっぱり天真爛漫な方なんでそういう意味でやめとけみたいないやいやいや、それがいいんじゃないですかと言いながら、はい、いや、お人柄もいいですよね、お芝居だけじゃなくて。いや、すごく素敵な方ですよね。ですよね。もう私はもうずっとひかささんに憧れて、憧れてというかもう好きです、シンプルにはい、素敵な方だなと思ってます。でも目指すきっかけっていうのは沢城みゆきさんですね。あ、はい、はいはいはい、
なんか女の子のキャラクターもできるし男の子の役もできるしっていう、やっぱ声優さんってすごいと思わされたのが沢城さんでしたね。それはそうですね。それはそうですよね。結構声優さんにいろいろ聞くと沢城さんって言われる方もやっぱり多いですね。うん、という感じです。ありがとうございます。お次はドライバーネームスクリームさんからのお便りです。ありがとうございます。コクドルの皆さん、こんにちは。こんにちは。小学生の頃の記憶ですが、親が運転する車の中でかかる BGM が必ず決まっていて、浜崎あゆみさんかグレイの2パターンだったことを成人した今でもなぜか覚えています。皆さんもこういった思い出はありますか？またはなんでこんな記憶ずっと覚えてるんだってことはありますか？あーでもその BGM 覚えてるっていうのが結構耳の情報と記憶しやすいのが鼻？香りとかっていうのがすごい印象に残りやすいらしくて、その時のなんだろう、草の匂いとか土の匂いとかってすごい、あ、ちっちゃい頃嗅いだなみたいになりやすいらしくて、って言いつつ私はすごい普通に情景の記憶でずっと覚えてる話なんですけど、溝、まあ、道路の歩道の横とかに溝みたいなのあるじゃないですか。用水路、あ、用水路が、まあ、幼稚園にもあったんですけど、本当にもう鮮明に覚えてて、すごい男の子を泣かした記憶があって、その用水路に立ってその男の子に、まるくん、ここから落ちたら私たち死ぬんだよって言って、え、僕たち、僕死んじゃうのって言って泣かれて、先生のとこに行かれ、見せたちゃうみたいな怒られた記憶がすごい残ってて、私はなんでそんな脅しをしたのかわかんないし、別に死なないしみたいな。しかもあれですよね、はい、物理的に泣かしたのかなと思ったら精神的に泣かしたそうですね、不安を煽るっていう、もうすごい嫌な泣かせ方したっていうっていう、そのどういう、私が左で友達が右にいたとか、ここにフェンスがあったとかすごい覚えてるんですよ。はい、なんでそんなこと覚えてるんだろうっていう。まあでもちっちゃい頃の記憶って結構覚えてるものなんで、覚えてなくてもいいことをはい、なんか私ちっちゃい頃の記憶結構あって、あの兄が2つ上なんですけど、兄の上履きがなくなったって言って園全体ですごい捜索になったんですよ。先生たちもね、亡くなったって言って、そしたら先生曰くみすずちゃんがニヤニヤしてるとニヤニヤしてて、何か知らないって聞いたら、私が隠し持っていたとっていう、なんかそういうなんかいたずらっ子の記憶ばっかり残ってるんですよね。はい、もう忘れてしまいたいんですけどはい、そういう嫌な記憶が残ってますということではい、お便りありがとうございました。番組ではドライバーさんからのメールをお待ちしています。たくさんのメールよろしくお願いします。ルートナビゲーション。今回の国道走行ジングルはドライバーネーム車で駆け回る旅人さんが送ってくれた国道9号でした。みくもちゃんですね。リアルみくもちゃんでした撮影地は鳥取県東白郡北栄町。ツイートによると日の入りのタイミングだったので、九条みくもが夕日をめがけて走るというイメージで撮ってみましたとのことです。ちなみに動画の中で工事しているのは山陰自動車道という自動車専用道路で、2026年度に開通予定だそうです。まだ3年後、長い、遠いそう、さっき夕日ね映ってたんですけど、あんなに真っ赤になることあります？え、東京だから見ないんですかね、それとも空を見上げなくなっちゃったんですかねあれじゃないですか、建物がないから綺麗に見える、はい、あ、確かにさっきの映像も本当に空が一面だったんですけど、うん、そっか。あ、そうだ、北栄町っていうのは名探偵コナンの作者の青山剛昌先生の出身地だそうで、はい、私も1回だけ記憶にあるうちで行ったんですよね。はい、なんか何かのゲームをした時にすっごいしっかり分厚いキンキラのいろんな作品のしおりをいただいたっていうのがすごい記憶に残ってて、もう家にまだありますね、残してます。懐かしい。またね、大人になってから行くのも楽しいかなと思います。はい、ということで続いてはこちらのコーナーをお届けします。お悩み解決サーキット。
このコーナーではドライバーの皆さんからお悩みメールを募集しております。私が演じる九条三雲は正義感が強い性格でサーキットトレーニングが趣味ということで、そんな三雲ちゃんのように私山田美鈴が皆さんのお悩みを制限時間内に連続で解決していくソロコーナーです。無事制限時間90秒以内に全てのお悩みを解決に導ければスタッフさんからご褒美をいただけるそうです。そして第16回での初回はスタッフさんが制限時間をハードモードに設定しすぎたため大変申し訳ありませんでしたとのことで、今回からは制限時間が90秒、前回は60秒だったということで30秒も増えた。これは余裕ですね、はい、前回は結構本当に直感で脊髄反射ぐらいで喋って、一個ね保育の話だけ急に語り出したっていう記憶があるんですけど、まあ、今回は結構しっかり考えてもねいけそうということで、では早速参りましょうか。本日のお悩み解決サーキットレディーゴー。はい、しじみさん、近いうちに車を買おうと思ってます。長い目で見てシンプルな色にするか自分の好きな色にするかどっちがいいでしょうか。好きな色にした方がいいと思います。あ、私も青がいいと思います。あの本当にあの無難な色にすると駐車場とかでも見つけづらくなるんで、自分の好きな色でいいと思います。はい、お次ガトリングシャックリさんからのお便りです。あ、質問です。彼女にプロポーズしたいですが収入面で勇気が出ません。女子目線でアドバイスをお願いします。彼女さんお仕事してるんだったら一緒にね、貯金していくっていうのもまたね愛を育めるんじゃないでしょうか。ということで、もう男性がそんな背負う必要はありません。一緒に愛を育んでいきましょうはい、3つ目すみれさんからです。私もハムスターを買おうかお悩み中です。背中を押してほしいのでハムちゃんの魅力を教えてください。あ、そうですね、あ、長くなりそう。ハムスターがいるともう帰った瞬間にもうハムちゃんがねドアをガリガリするんですよ。もうおかえりって、もうそんだけで人生バラ色なんで、もうあのいるといないとじゃあ好きとすっぽん違うなあ、ほんと全然違うので、もうねあの何も考えず愛さえあればハムちゃんはね、ハムちゃんと一緒に過ごせると思うので、ぜひもう買っちゃってください。はい、次のお便りはイニシエのオタクさん。今出先なんですが鍵閉めたか不安になっています。安心させてください。え、大丈夫ですよね。え、大丈夫です。大体不安なことって起きないので鍵閉まってますよ、大丈夫ですよ。はい、ありがとうございます次ロマンシング出社さんからです。保育系が得意ということで相談です。現在保育園の娘から将来ぐれて嫌われないかすごく心配です。今のうちにできることを一つアドバイスお願いします。あ、これは大丈夫です。二十歳になれば必ずお父さん大好き期が訪れるんで、そのうちその時はなんか、え、パパ嫌い臭いみたいな言われても、あの結果的に大丈夫なんで、もう思う存分あのよしよしして可愛がっちゃってください。はい、あ、焦った焦った。じゃあタイムがですね、はい、1分52秒。あ、全然ダメだダメだったか。いやでもまあ、一問一問じゃあちょっと解説を、はい、はい、お願いします。解説していきましょう。一つ目、しじみさんから、はい、好きな色の車を買うかシンプルにするか。これはもう、まあ、言いましたけど、駐車場で見つけられなくなったりとか、愛着が持てるのは絶対好きな色です。はい、好きな青、絶対青の方が目立つしね。そっちがいいと思います。そして、二つ目がガトリングシャクリさん。これちょっと重たかった。はい。いや、でも、今時、なんて言うんだろう。専業主婦、はい、まあ、そうなりたいって方もいると思うんですけど、まあ一緒にねお金貯めようとかっていうのがね、なおさらそれが楽しくなるんじゃないでしょうか、うん、と思うので、あんまりお金は考えない方がいいのかな。これちょっと元気出たんじゃないですか、はい、いや本当にいや、その収入面だけで考えないでください本当に、うん、なので勇気を出して行っちゃってください。これはもうプロポーズした後の結果お待ちしておりますそしてすみれさんから、ハムスターを買おうか悩み中です。もうこれはね、買った方がいいとしか言いようがないんですよ。私あの1年半ぐらい買ってから経ってるんですけど、一瞬たりともハムスター買わなければよかったと思ったことがないし、なんなら本当に気持ち悪いぐらい毎日、あうちの子ルータンって言うんですけど、ルータンのおかげでみたいな、ルータンがゴソゴソしてる音ですらいちいち、え、生きてるみたいななるので例えばその時にね、もう嫌なことがあって、あ、もうどうしようって泣いてても、ルータンがゴソゴソしてるだけで一旦ねリフレッシュできるんで、買いましょう本当に買いましょうの一択です。
そしていにしえのおたくさん、鍵閉めたか不安になっています。そうですね、正直言いますとだいたいあれって思ったことは怒ってしまうもんなんで、さっき怒らないって言ったんですけど、だいたいあれって思ったら落とし物してるし、なのでなんて慰めればいいんですかね今がどうなってたかですよね。そうですね、結局鍵閉めてたなら店のおたくさんはしっかりしてる方だと思うので、まあこれから何があっても俺は大丈夫だと思っていただければと思います。私の場合は大体何か起こってるんで安心させられなかったんですけどしっかりしてくださいはい、そして最後はね、ロマンシングシュッシュさんからです。将来グレて嫌われないか心配ですということで、まあ反抗期とかは必ず来てしまうので、なんかはいはい通過点って思っていただければ大丈夫です私も結構なんか嫌いって思ったことはないんですけど、何かと食ってかかってたので結構反抗期長かったんですけど、やっぱり親元を離れたら本当に、あ、お母さんってすごい、排水口に髪の毛溜まってないのすごいみたいな、あんなに綺麗に保つのもすごいとか、なんか一個一個感謝でいっぱいになるので、絶対いつか、パパ大好きに戻ってくるので、もう通過点だと思ってください、はい、その反抗期もその時その時しかね、体験できないので楽しんでくださいということで、正直ちょっとタイムは、はい、いやーそうなんですよ、はい、僕実はこの2問目のガソリンチャックリさん、はい、こういう状況なんですよ自分が。今お悩みなんですか？そうです、すごく背中を押していただいたので、はい、ちょっともうこれは手でやったー、はい、ありがとうございます。いや、ありがとうございますこちらこそやったいや、真剣に向き合うとこうやっていいことが起こるということでやった、ありがとうございます。制限時間は20秒ほどを大幅に超えてしまいましたが、無事解決したという判断をいただけたのでご褒美いただきました。そして今回のご褒美は京都青木光悦堂さんのハムスターもなかです。このハムスターもなか皆さんご存知ですか？めちゃめちゃ入手困難なんですよ。で、私も最初買おうと思ってちょっと飛んだんですよサイトに。そしたらもう終わってて、で再販も終わってて、でもこれもう出会えないやと思ってて、そしたらなんとね、スタッフさんがご用意してくださって、今目の前にあるんですよ実物が。え、これゴールデンハムスターぐらいの大きさですこれはゴルハムちゃんの大きさぐらい、愛おしくなってきた、かわいい。あ、でもうちのおデブちゃんだった時のハムちゃんぐらいの大きさでもある。これリアルハムちゃん飼ってる方はもうたまんないんじゃないですかね。うわー、伝わってほしい皆さんに。これなんと自分であんこの量調節できるみたいで、自分で入れて食べれるっていう方式なんですけど、スタッフさんにもう作っていただきましたので早速食べていきたいと思います。どっから食べていいの？うわー、困る。お尻からいただこうかなじゃあいただきます。うわ、ハムケツおいしいおいしい。でも私なんか動物とか好きな人って食べちゃいたいみたいな感情湧くんですけど、初めて食べれましたハムケツいつもお尻食べたいと思いながらハムスター見てるんですけど、おいしい。うわー、念願すぎる。うわ、達成してないけどよかった今日は優しい。はい、ハムスターもなかありがとうございました。ということで、こちらのコーナーではドライバーの皆さんからのお悩みを募集しています。私山田美鈴が一問一答でどんどん解決していきますよ。内山さん、青山さん、新井さんのソロコーナー宛にもぜひメールをお送りくださいね。ということで以上、お悩み解決サーキットでした。続いてのコーナーはこちら、誕生みんなの街の道路の使者。このコーナーではドライバーの皆さんからこんな国道路が生まれてほしいという思いやアイデアを募集しております。こんな国道路がいたらいいなといった妄想を膨らませていくコーナーです。ただ国道路はその地に生きる人々の様々な思いによって全国各地に生まれた道路の使者。
皆さんのアイデア次第ではその要素を持ったコクドルが現実になるかもだそうです。夢が膨らみますね。こちらは全員共通の新コーナーで、私は初めての担当です。それでは皆さんの理想のコクドルを紹介していきましょう。ドライバーネーム雨上がり街道さんからです。ありがとうございます。モチーフの国道が国道3017号ということで、愛媛県のね国道だそうです。名前が早橋まなみ、早いという字に3と10、そこに7を入れて3と10と7で、名前のまなみはしまなみから取りましたということです。そして移動手段が自転車、趣味はしまなみ海道のサイクリング、自転車で島を巡るということで、自転車で移動っていうのはあれですね、司ちゃんと一緒ですね。そうですね。はい。特技が自転車のカスタマイズ、そして特徴が茶髪ショートで少年っぽい顔立ち、一人称が僕なこともあってたまに男の子と間違われる、部品などのお金を稼ぐために普段は配達業をしており、その人当たりの良さから常連さんとは長話をしてしまうこともしばしば、しまなみ海道を通る島の人たちとも仲が良く、よくいろんなものをもらうこともあるという特徴があるそうです。ショートの少年っぽい子、私大好きですショート大好きなんで、わーいいですね。僕っ子、僕っ子はね皆さんに刺さりますよね。僕っ子かわいい、ね、身長もできれば小さめで、結構みくもちゃんとビジュアルがね、あのスマートな感じで並んでくれたら嬉しいな、ね、願望。そうですね、みくもちゃんと一緒だ。え、みくもちゃんの妹的な、あ、いいみたい、ちょっと絡みが欲しいところですがいや、いいなこれは。あれですね、しまなみ海道っていうところが、はい、サイクリングロードになっている、はあはあ、みたいですね。なるほど、だからもう自転車要素がいっぱいなんですね、はい、なるほど。この子は僕っ子でショートで、しかもね自分の好きなことのためにお金を稼ぐためにね、お仕事も頑張って、めちゃめちゃいい子だめちゃめちゃいい、これは実現してほしいですね。ありがとうございます。ではではお次の方行きましょう。ドライバーネーム G ガックさんからです。ありがとうございます。コクドルの皆様こんにちは。こんにちは。いつもラジオを楽しみに拝聴しております。早速ですが新しいコクドルを考えてみましたということで、モチーフ国道が国道402号、新潟県の国道だそうです。名前が七浦茜、この国道の愛称として付けられている15七浦シーサイドラインと日本海夕日ラインから取りましたということです。夕日茜色ということで、茜ちゃんという名前になりました。ビジュアルの方が黒髪ショート、やったショートだ褐色肌の活発そうな雰囲気、趣味が海沿いを散歩、ドライブすること。402号の単独区間は全線が日本海に沿っており、海沿いの景色、特に夕焼けの景色が綺麗なスポットがたくさんあることからということです。食べ物の好みが海の幸全般、そうですね、その日本海が、ね、沿ってるということで、漁業が盛んで海の幸大好きというキャラクターとなっております。よろしくお願いしますとのことでした。今回もショートヘア来ましたねそして褐色、いやいいね、褐色キャラ私最近好きで、なんかショートで褐色で元気でっていう子好きなので、どっちも実現してほしい。こっちもなんかちょっと少年っぽい感じですかね。そうですね、わ私の好みに合うもう個人的に実現してほしいな。この子もそうですね、みくもちゃんと共通点ありますね。日本海側を沿ってるということで、うわー、第二の妹お二人とも実現してこの子にも配送業やらせると趣味の海沿いを散歩というのもね、だいたいみんなね自転車乗ったり車乗ったりしてるところ、散歩が趣味っていうのがまたいいですね。ゆったりしてて海沿い走りそう、この子も元気なね、活発そうな雰囲気なんで、確かにそうですね、うん、いや元気キャラありがたいありがたい私利私欲ね、夕日がね綺麗、さっき今回のねジングルにもね夕日がもう真っ赤なね夕日があったんですけど、うんうんうん、やっぱここもねきっと綺麗な夕日が一望できるところなんでしょうね。海のね、はい、そうだ、しかも海だ、うんうんうん、食べ物の好みも書いてあってね、海の幸全般が好きということで、でも私もね、あの境
港、鳥取県に境港っていうのがあるんですけど、あの本当に漁業盛んで一望するとお寿司屋さんいっぱいみたいなところがあるんで、私も魚好きなんですよね。最近やっとやっぱタイとか違うもの食べ始めたんですけど本当にサーモンしか食べなかったんですよね、もともと。でも今でも結局サーモン盛りみたいな頼んじゃうんですけど、結局なんか同じものばっかり貝とかもちっちゃい頃食べれなかったんですけどね、サザエとか、サザエも出すだけ出して食べないみたいなあったんですけど、でも実際そうやって海の散歩してなんかそこで魚釣りしてる人と一緒にねご飯食べるみたいな、釣った魚食べるみたいな、そういうのも描けそうなキャラクターだなと思います。かわいい。いやどっちもみくむちゃんとね共通点がある子なんで、ぜひあのスタッフの皆さんにはいお願いします、妹分をと思います。ということでこのコーナーではドライバーさんが想像した国ドルを大募集しております。この国道路線にどんな国ドルが誕生するか、見た目や性格、名前や特技などを想像して送ってくださいね。国道が走る都道府県や路線の環境、地域の特色がヒントになります。では以上、誕生みんなの街の道路の使者でした。ウェブラジオルートナビゲーション第20回もいよいよエンディングのお時間です。番組では皆さんからのメールをお待ちしています。番組の感想やふつおた、私たちへの質問やメッセージのほか、各コーナー宛てのメールもぜひお送りください。メールアドレスはルートナビアットマークコクドルドットコムです。公式ホームページの投稿フォームからも送れますよ。ドライバーの皆さんからのたくさんのメールお待ちしています。国ドルウェブラジオルートナビゲーションは各週第2、第4木曜日21時から YouTube とニコニコ動画で配信中です。ニコニコ動画では本編終了後おまけパートが視聴できますよ。翌日にそれぞれアーカイブも公開しています。そして番組中に流れる国道走行ジングルの動画を全国のドライバーさんから大募集しています。国ドルが走るイメージで一般国道を撮影した横向きの動画に国道路線名や撮影地の情報を添えて送ってください。ハッシュタグルトナビ国道走行ジングルをつけてツイートするか、番組メールアドレス宛てに動画を添付して送信でも OK です。詳しくは番組公式ツイッターの固定ツイートをご参照ください。ということで今回第2回でしたが、もう私個人的にもうね、あのハムスターモナカに出会えたことがすごく嬉しくてね。そう、うちのハムちゃんなんですけど、最近ねちょっとルーちゃんの話になるんですけど、ご飯をね食べなくなっちゃって、なんか老化かなとか病気かなと思って動物病院連れてったんですよ。そしたら出っ歯って言われてえ、悪口みたいななんかちょっと出っ歯ちゃんだから噛み合わせが悪くてご飯食べづらくてちょっと体重減っちゃってたみたいで、はい、今はねちょっと歯を切ってもらってもりもり食べてるので、ね、これから体重戻ったらいいなと思います。結構歯切るって怖いですけどね歯とか爪とかバンバン切っちゃうんですハムスター。はい、なのでね元気にしていてほしいなと切に思っておりますハムちゃんはい、ということで次回の配信は国ドル1号橋本いろは役の内山ゆりなさんがパーソナリティを担当するゆりにゃソロ会です。内山さんへのメールもどしどしお送りください。それではまたお会いしましょう。お相手は九条三雲役山田美鈴でした。次回も安全運転で行くっすよ。